今回は本日からねついに弾けるようになりました特ダマオールスターというわけでね、普段こういうのを石50個とか使わせて感謝白ガチャみたいな感じでやってくるけど、今回はね毎日コツコツ頑張った人は一切石を使わず10連ができますよということで、得ができますよということでやらせていただこうかと思います。まあ、ちょっとその前にこの残ってるモンストブライダーのガチャをパパッと引こうか。まあ、これはもう別に得しなくていいから、むしろ昨日、いや昨日はあんまり得してねえな昨日の話っていうのは何だか気になる人は私の昨日の生放送の最後だけ見といてください。でこれはいよし、オッケー。ここであえて得しないことで、得玉オールスターで得をするようになる。あ、ちなみに多分、マイクの声というか、私の声が多分すげえ反響してると思うんですけど、ちょっと、今私の部屋すっからかんになってるから、はい！ちょっと声反響しますね。ちょっといろいろ事情があって私の部屋に工事が入ったから、今、私のパソコン以外に何もないんで、申し訳ないです。頼む！得させてくれ！いや、とりあえず、得玉って言ってるからには、やっぱり、何かしらのね、なんか上手いキャラが出てきて、得っていうものをさせてくれないと、得っていうものを、得っていうもの、得って、得って、得っ。ふん。で、こういう時に、コメントで絶対来るんですよ。いやー、無料で10連引けたから、別にいいじゃんみたいな。いや、でも、これうわ、得するかもっていう、気持ちの上がりが来て、爆死して下がる。ない方が良かったみたい。こんな気持ちを味わうなら、草や花に生まれたかったみたいな感じの気持ちになっちゃうから、一概に無料で弾けて、無料で弾けるんだから何でもいいでしょ理論は、あんまり適用されないですよね。でももう私にはまだサブ金が残ってるんで、得するチャンスはある。そんなわけで、得2回目、やらせていただこうかなと思います。あ、そういえば、皆さん今日の運営さんの公式情報見ました？劇中震災を、いつも通り開催してくれるらしいです。だからね、巷で噂はされてたけど、サプライズで、劇中限定をやってくるナイトメア方式もう一回やるんじゃねえの疑惑。あれがね、確実になくなりました。いや、だから、まあ、いつも通り普通に鳥獣コラボやるか、まあ、もしかしたら、いろいろ巷で言われてる6月正式コラボをやるか。いや、ちょっとその可能性上がりましたね。はい！でも正式コラボ、そうだね、正式コラボやんないと、この、鳥獣コラボやるにしても1週間は持ちこたえられない虚無期間が発生するから、頼む、とく、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、さすがの私も、無料だからといって温かい目で見守るのも2回が限界よ、これ、ちょっと待って、あ、本当にこんな気持ち味わうなら、やらねえ方が良かったじゃねえか、マジで。じゃあ、まだ、でもまだ、まだあと2回。むしろ、ここで得できるから。4連続あるから、得が。まだここで得できるチャンスがあるんだから。はい、次回、ダルタニアンアルファ出る。デュエル3倍。これ止まったら確実に決まるよ。はい、得。おーい、頼むって、マジで。くっそ。いや、今日はね、私ちょっとプライベートな事情なんですけど、人間ドック行ってきたんですよ。だから、今私はね、なんかいつもほら、ガチャを引く前にお清めしてきましたみたいな、シャワー浴びてお風呂入ってきましたみたいな話するじゃないですか。で、身を清めてきましたみたいな。今回私はね、体の中までめちゃめちゃ綺麗。もう何回今日、もう2桁数数のうんこしてっから、もう私の腸の中は今すっからかんよ。だから、胃もすっからかんよ。これ食べて24時間ぶりにご飯食べるんだから。はい！次回得して、デュエル3枚おい、なんもでーちょっと待って、これなんかねえかなお、ちょっとさ、でも、なんでもね、この2回も得してないんだから、さすがに3回目は、おい、カームごときで得したっていう面になると思ってんじゃねえぞおい、何年前の輝くキャラだよ今無料対数やるやつ、いる？いねえよなくそ、得しねえこれで、もって唯一出てない、この、モンゴルフィーアルファのキャラ出る頼む、得させてこれで。み、身綺麗な体にしてきたんだから、はい
え、マジでと、え、ちょっと待って、私の歴代得玉で一番悪い結果なんじゃないの？頼む、これで。はい。今のとこ40連か50連して星5一体なんですけど、何これ。わかった。もう私から、すべての得をさせないでください。私は普段ね、ガチャいろいろ引いてるから、私みてえなやつから、得をさせないで、で、私がね、こうやってみんなの負の得玉を引き負うことで、受け負うことで、みんなが、いい得になる。それでええのよ。っていう気持ちで、引かせていただきます。得しないで。もう逆に、もう逆に爆死を求める、私は。もう本当に、全然怒らない。爆死しても全然怒らないから。で、そのね、爆死した分が、皆さんに、温かい、まあ、サムネとか、ルシファーとか、そういうキャラに、みんなの元に届いてくれたら、それで OK です。だから私はもう、爆死しても、全く怒りません。12%40 回引いても、何の成果も得られませんでしたってなっても、本当に、怒るわ !40 連引いてさ、てか、得玉を普通に、もう引いてさ、え、カーマ一体ちょっと、え、ふざけるの、え、いい加減にしてくれよ、カワケ。頼む、見てるよな。ちょっとそろそろ、で、こういうこと言ったら大体いつもオチで、うわ、なんかいいの出たみたいなオチになるから、あの、カワケ見てるんですよ、私の端末。はい。私の部屋に、隠しカメラとか、盗聴器とか、実は設置してて、私の声を聞きながら、裏で、あの、確率を操作いじってるみたいな。だから、ここでね、止まって、くっそ、なんかムカついてきた。引く気なかったけど、ちょっとグリファンかどっちか引こうかな、これ。グリファンは引いても旨味、うまみないな。ちょっとこれで、ダルタニャン出すわ。なんかムカついてきた。これで、あれよ、あの、特玉で何も出なくて、石使った瞬間にいいガチャ出てきたら、それはそれで切れる。で、爆死しても切れる。もう、かわけ。お前の道は、二つに一つ。私に、ダルタニャン出して怒られるか、ダルタニャン出さずに怒られるかのどっちかだ。はい。さあ、カワケ、お前はどっちに確率を振る？見せてみろ、カワケ！お前の答えを。はい。3、4、5。おい、あと4回で3、2、2、1！ いや、もう一度チャンスをやろう。これが最後のチャンスだ。さすがに私もこれ以上は引かん。本当に、本当にいい加減にしよう。え、本当に何連引いた私。特玉だからなんか、確率、12% よね。え、なんか特玉だけ確率 5% とかにしてとか、そんなオチないよね。頼む、ダルタニャン出せよ、これで。もうこれダルタニャン出したら今までの、悪事は全部許してあげる。出さなかったら、みんなが怒る。私は怒らん。みんなにいい結果を出してあげてください、そしたら。ただ、かわけ！見せてみろ、お前の、真の答えを！さあ、止まってくれ！止まることぐらい、おい！幼稚園児でもできるぞ、おい！おーい、持ってるキャラじゃねえか！おい、許す、な、か？おい、止まるぐらい幼稚園児でもできるんだぞ！一度もと、おい、これだ、くっそ、これだったらまだ、まだこれだったら、もう、サスケ出た、サスケ出た方がよかった。おちょっと、あとなんか単発の一回でなんか奇跡起こんねえかな、昨日の、あれみたいに。昨日の生放送の時みたいになんか単発の奇跡起こってくんねえかな。さ、最後、さすがにこれ以上はやんない。奇跡の単発、はい！さあ、この一発で、すべてを超世界的にしちゃうキャラが出ない！終わり！